球数が71球70を超えてきた杉内ですが、ここまで3本のヒットしか許していません。非常に安定感のあるピッチング。いい当たり、右中間の打球、センター前ヒット。橋場さんどう見ますか。いや、うまく打ってますよね。で、根本がね、今年ずっと出るっていうことを考えると、まず左ピッチャーに対してのバッティングをどういうふうに打っていくのかっていうのが課題でもありますからね。ただこれをね、杉内からしっかりと、まあ、インサイドのボールですけれどもセンター前に打てたっていうことは、これも自信になると思いますよね。相変わらず好調をキープしています根本。気持ち悪いぐらい打ってますよね。普通はもう5割以上の打率なんてのはありえないわけですからね。外側に決められたら右バッターお手上げですよ、ね、あのコースですとね。そしてホワイト戦、今年ロッテが求めているのはこういう場面でのロング、はい、まあ、ホームラン、っていうところですよね。4番バッターがやはりドカッと座っていると、井口に対するですね、やはりこの攻めもですね、そうやすやすとはできないでしょうからね、はい、そうなると井口のフォアボールっていうものもまた増えてくる可能性ありますよね、はい、まあ、今日はあのホワイト戦にとってみれば、あの一級品のスライダーですね、はい、これをどういうふうにして、まあ、捌くか。ちょうど試金石ですね、杉内に対して。今日これが3打席目のホワイトセル。ライダー見ました。もうほとんどどうでしょう、千葉さん、攻めはスライダーと見てよろしいですか。ファイト戦に対してスライダー中心ですよね、インサイドのボールを見せるっていうのもあるんですけれども、ストレートを使うかもしれませんがね、でもそれもちょっと嫉妬になった時に怖さがありますからね、はい、高く上がった、ライトに行った、ぐんぐん伸びて伸びて入った、ツーラン同点ホームラン、4番バッターのホワイトセル、杉内から打ちました。ホワイトセルにとってみれば、そして西村監督にとってみても、大きな大きなアーチが出ました。同点ホームランが飛び出して2対2、オープン戦第2号のホームラン。このバッティングどうでしょう。まっすぐ甘く入りましたけれどもね、これが怖いっていうところ、先ほど橋場さんおっしゃってましたよね、はい、ただ外側だったんですが、完全に逆球ですよね、来ましたね。ただでも逆球で来たからとしてもね、はい、一番欲しい結果をここで出すっていうもの、ね、これが今求めてるものですからね。そうね、今の4番の一撃はロッテにとってみれば大きな大きな一発です。それ相手は杉内ですからね、はい、
ただストレート系っていうのは本当に強いところがあるんですよね。このホイッスルの1本目のチャタンでのホームランを見たんですけれども、はい、これもしっかりとね、まっすぐを捕まえて打ちましたからね、ただ反対に言えば下がってストレート強いスライダーどうかというふうね、はい、おそらくリサーチはしてると思います。それにしてもね、打って喜ぶところもありながらのその不安材料っていうものはまだ取れないですからね。しかし素晴らしい見事な一発でした。